UTMF2022 直前インタビューシリーズということでお送りしております。今回のゲストは鏑木剛さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとこう、ね、胸が熱くなるというか、もちろん鏑木さんとはね、お話聞かせていただいてますけれども、レースもちろん鏑木さんも出てらっしゃるんですけど、まあ、こういう形でレース前にどうですかって選手としての鏑木さんにお話伺って、本当久しぶりというかちょっとドキドキするというか、いつも鏑木さん、レース前の鏑木さんっていうのはもうおっかないっていうかですね、もうちょっとピリピリしてるというか、まあっていうか、まあそれぐらいすごい緊張感がね、すごく、まあいいんですけど、はい、昔は ね結構ナーバスでしたもんね。いやいや、まあ、今回もね、そうなのかな、どうなのかなと思って、ちょっと今日ね、お話、そういう、思うんですけれども。はい、もう正直話します。はい。はい、私も実はちょっとね、日曜日にライブ配信を、UTMF の公式のライブ配信されたときに、ちょっと同じところで、リカさんとね、リカさんとね、鏑木さんがされたときに、はいはい、リカさんが、ね、こういよいよ先週、鏑木剛として走りますという紹介されて、私もそこにいたんですけれども、割とこう、その時の表情とか割と穏やかというか、UTMB 直前のね、2012年とかまでの、あの時の緊張感はちょっと、あの時みたいな感じじゃないんだなっていうのはちょっとこう、肌で感じたんですけれども。うん、あれも異常でしたよね。いやいやいや、どうでしょう。今回は、ご自身のテーマとしては、いろいろお話になってると思いますけれども、聞かせていただきたい。いやね、あの時のね、ライブでもね、お話ししたけども、まあ、とにかくほら、2020、21ってコロナで大会できなかったじゃないですか。だから本当にね、申し訳ないっていう気持ちが今でもあって、であとほら、やっぱりもう2012年から大会ね、始めてきて、まあ実はコロナでね、本当はだから去年が、だから10回、10年っていう節目だったんですけど、まあこれがね、コロナで流れちゃったってことで、まあ、いずれにしろ10年も経ってたっていうことで、やっぱりここを一つね、自分が、ここは皆さんの、ね、今までの感謝の気持ちと、コロナで走れなかった皆さんであったり、ボランティアの皆さんだったりとか、まあそういう人たちに本当にこう、本当に純粋にピュアにこう、感謝する気持ちを伝えるには何が一番いいのかなって、すごい悩んで、まあやっぱりそれはやっぱり自分が走ることだろうっていうとね、初めに立花さんに提案していただいて、いや、でも運命があるし、それはよないかなっていうのは、いろいろ多分中でもいろいろ議論があったと思うんですけども、まあ皆さんからね、いいよっていうようなね、スタッフから、いただいたんでね、了承いただいたんで、今回、キリになると思いますけどもね、うん、走らせていただく、自分の気持ちを伝えるっていう、ミッションを帯びてね、走っていきたいなと思ってます。はい。私の記憶では、確か鏑木さんもおっしゃってたと思うんですけども、その UTMF の構想が、まあ、頭に浮かんだのを、まあ、もちろん UTMB をね、鏑木さんが経験され、モンブランを経験されたということがあって、さらにその後、飛行機から見た、こう、富士山の、上空から富士山見えて、ここを一周したら、素晴らしいんじゃないかっていうようなところから、まあ、この10年にわたる、この大会の歴史、まあ、始まったっていうか、ちょっとね、大げさかもしれませんけど、まあ、そんな話聞いた記憶があるんですけど、ね、まさにその一周を、はい、一周、まあね、コースはちょっとこうなってますけれども、うん、まあ、まさにこの100マイルを走ることになったわけですよね。うん、ねえ、本当にだから、本当に想像したことなかったんですよ。なんか、自分がまさか走るとは本当に思わなくて、ただね、今回は本当、今まで本当100マイルレースはいろんなの出てきましたけど、やっぱりこう応援してくる人たちのためとかね、いろんなテーマで走らせていただきましたけど、でも考えてみれば最終的に突き詰めればやっぱり自分のためっていうのはもうそこはやっぱり、最終的にはそこはポイントだった、まあそういうことだったんですけども、今回ばかりはね、これもう自分のことは一切関係なく、皆さんのために本当に走りたいっていう気持ちしかないですね。本当だから初めて自分のため以外にピュアに思って、走る100マイルっていうことになるかなと思いますんで、ね、気持ちは全然心情は今までの気持ちとは全く違う感じで多分スタートすることになると思うんですよね。うん、
なんか今のところこう最前列で走るんではなくて、むしろ後ろの方側から、これなんか公表されてるかどうかわからないですけど、ああ、後ろだっの方て、から、あれ、ゼッケン見ればね。言ってましたもんね。ライブでも言ってましたよね。そうそうそう。後ろの方から走って、こう、もう全員追い抜くぐらいの勢いですか？ 気持ちはね。まあ、すべての選手の皆さんに、こう、一声かけそうて、手をで振ってというくらいすね。の。もうだから後ろから一番後ろから行ってね、できるだけ多くの皆さんに、選手の皆さんに話しかけるっていうかね、頑張ろうっていう気持ちを伝えながら行きたいなと思うし、あとはやっぱり、あれですよね、ほら、山ん中とかで、沿道でこうね、誘導してくれたり、安全管理してくれてるスタッフの皆さんに、今まで走る以外、こう気持ち伝えることできないんですよね。やっぱり大きな大会なんで、3日間やっぱりいろんなところ行ってたとしても、やっぱり160キロ全部見れることはないので、だから本当にこう、なんかいつもね、なんか自分の中で、申し訳ないなって、本当に直接ご挨拶してね、ありがとうっていう気持ちを、本当に立ってるね、寒い中とかね、長い時間とか、暗い中立ってる皆さんにお伝えしたいなっていうのずっとあったんだけども、それが、ようやく自分が走ればね、それをお伝えできるんで、そういう、なんていうか、皆さんへのメッセージ、あれですね、そういうのもなんかすごく自分で大切していますし、まあ、できる限り、皆さんを追い抜きながら、多くの人にこう、なんか気持ちを伝えたいっていう、そういう、なんだろう、ちょっと今自分のテーマを持ってやってます。まあ、とは言っても、なかなかね、このコロナの2年っていうのは大きくて、まあ正直言うと、本当に2019年のね、ネバーで挑戦した UTMB から、本当に体力落ちましたね、正直。まあ自分手抜いてるわけじゃないんですけど、やっぱりほら、ガチでこう海外へのチャレンジができない。やっぱりそういうチャレンジがあるから自分の限界、こうリミッター超えて努力できるんだけど、それがない状況の中で、なんとなくやっぱり魂が入ってない練習しか今まで2年間できなかったのでね、だいぶ落ちたなっていうのは正直ある。まあでもその体でできる限りのことをね、まあ、今回はしたいなっていうふうに思いますね。そうですよね。まあきっと、まあこのインタビューの中でもね、聞いて、いろいろなんか聞いてますけども、まあこう皆さんそんなマイペースでやってますと言うけれども、やっぱり多分カブラさんの今おっしゃったのは本音というところはきっとありますよね。まあやっぱり、まあ、モンブランにせよ何にせよ、なかなかやっぱ目標があるから頑張れるっていうところはあったから、まあ、このマウント富士がその、まあ、元に戻るというか まだそういう大きな目標の最初の一つ、ね、こう3、2年、3年空いた後の大きな目標ということになるのかもしれないですね。本当に過去2回はね、コロナで2回中止になった時は、本当にできるだろうと思って、準備万端進めてきてね、本当に最後の最後ではやっぱりこう、まあ本当に苦しい判断だったんですけどね、やっぱりそれが、やっぱ機会を、皆さんの機会を奪ってしまったっていうのは本当に辛いですよね。僕もね、100マイル走るが、のことはどれだけのやっぱりものを犠牲にして、どれだけの気持ちと、努力しなきゃいけないっていうのは分かってるんで、その機会が失われることの大きさ、っていう、100マイルってやっぱりそれだけの覚悟が必要じゃないですか、やっぱりね。だからそれを失うことのなんか、皆さんへのなんて罪滅ぼしじゃないけども、そういう気持ちはすごく今でもあるし、多分一生それはついて回るんだろうなっていうふうに思ってますけど、まあ、少しでもね、今日は、今回ね、走ることで、皆さんの気持ちになんかそれ報いたいなっていう気持ちはありますね。でもなんかと言いながら楽しみにしてます。すごく。なんか今まで一番楽しい100マイルが待ってるかなみたいなああ、そうですか。感じはありますね。でもね、やっぱりね、ある程度早く走んなきゃいけないんですよ。っていうのは、その後、いろんな式典とか表彰 式であっそういたりうと事情。か、まあ、確かプに、レそれ大ス事ですカンフね。ァレンスとか、目も白押し大事で、です。ある一定の時間まで帰ってこないと、いけないっていう、まあ、その後ミッションもありますし、まあ、あとね、やっぱり、
自分が抜いた選手を、なんていうんですかね、今度はゴールで迎えたいみたいな気持ちもすごくあるんで、なるべく早く、だから本当ですね、なんか、生涯の中で最も、なんか疲れる3日間になるんじゃないかって。選手として走ってるとはいうものの、やっぱ気持ちとしては、ウルトラトレイマウント富士のファウンダーであり、まあ今大会会長としての川村剛という気持ち、もちろん半分以上はそういう気持ちで走ってるっていうことになるんでしょうかね。だから、やっぱり気になりますよね、運営が。正直、頭から多分離れないかなって。まあでもね、本当にこのコロナの2年間、やりたいことが全くできなくて、なんかこう、悶々としたうつうつと日々をこう、過ごしてきたので、まあ本当に目いっぱい、本当になんていう、疲れる、なんていう、時間を過ごしてみたいっていう思いもやっぱありましたね。今までそういうことができなかったんで、なんか、やるんだったらもう一丁もう本当に もうヘトヘトになって、もう1ヶ月ぐらい寝込むぐらい、頑張るかみたいな感じの気持ちで今やってますけど、もうでも53なんでね、どこまでネバーで すやよ。れるんだろネバーでお願いします、う。ネもバーでね ネバーで行きたいなと思うんですけど。う。いや、まあ、はい。ね、けど、改めて、なんか、やっぱりいろんな、まあ、今更ですけれども、やっぱり私もそうですけど、やっぱりこの UTMF に出る方、今回出られる方も、おそらくは、冠さんの、まあ、モンブランだったり、まあ、ハードロックなのか、まあ、そういう挑戦の姿を見て、トレイルランニングすごいな、これ俺もやってみたい、私もやってみたいっていうふうに入ってこられた方、今回走ってらっしゃる方でも多いと思うので、もう時は10年近く過ぎたとは言っても、やっぱりいろいろ話してると、やっぱその話題がどうしても いろんな人から出てくると、今やっぱりもうね、こう、まあ、レジェンドって言い方、そ冠さん好まれるかどうかわからないけど、まあ、まさにレジェンドだなとうですね。まあそうですね。まあ思いなんますけか、どね。まあでも、どうなんですかね。まあ、ロックオンされるんですかね。いろんいな人や、なんか。まあ、やっぱ、それはロックワードっていうほど、こう追いかけ回すってこともないかもしれないけど、やっぱりなんか一言話したいっていう人は、きっと、多分あ、そいの、え、全然お忙しいんじゃないか、それで、気軽に話してほしいなと思います。まあ、さすがに多分中盤以降は多分疲れてきて あんまり喋れなくなるかもしれないですけど、元気なうちは、ずっと喋りたいなと思ってますね。気兼ねなく まあ、喋ってください。語りかけていただくください。まあ、でも本当にね、やっぱりこう、ずっと、まあ、上側で見てきて、選手がどんな気持ちで UTMF を走るんだろうっていうのを、まあ本当知れる機会でもあるんで、やっぱ嬉しいですね。どんな感じでみんな、夜のね、天使を行ったりとか、最後の二重曲がりから、あの辺の苦しいパート、どんな風にみんなこう乗り越えてるんだろうっていうのを、自分も感じつつ、周りも見つつみたいな、で、サポートす、ね、映像のボランティアとかで皆さんいて、どんな風にも、やっぱ燃え上がってるんだろうとかっていう。やっぱり全然こう、外部的な運営側から見ると全く違うと思うんでね。すごい楽しみですね。なんかね、それはね、本当に。楽しみです、本当。幸せなプレッシャーを今感じてますね。なんか、自分だけが経験できることじゃないですか、やっそうぱ。ですね。自分が作った大会、自分が走って、自分でやっぱりこう大会を作った時の、その、こういうような、こう、世の中っていうトレーランニングの世界を作ってみたいっていうことを、なんか肌で自分自身が実感するという、なんかこう、考えてみたらすごいことだなっていうふうにちょっと思ってね。なんか、ちょっと泣けそうな感じが多分、最後するかもしれない。いなんか、いろんなことが考えちゃって。まあ、ちょうどその、第1回の、まあ、構想としては11年からもうすでにアイデアはありましたけど、まあ、震災で延期になって、初めて選手がコースを走ったのが2012年、そこからまあ数えるとちょうど10年ということになりますけれども、どうでしょう、こう冠さんから見て、この大会、あるいはこの日本のトレイルランニングっていうのは、まあ、変わったところ、変わらないところ、あるいはなんかこう予想外の方に変わっていっちゃったとか、なんかこう10年あの頃から振り返ってみて、
どういうふうにお感じになるかなと思いまそうですすけど。ね。でも、なんだろう。正直やっぱり、まあコロナありましたけど、本当にここまで広まったなっていうふうに思いました。でも、まあ本当に UTMB を走った時に、日本でもこんな本当お祭りみたいなトレーランニングの大会ができたら本当素敵だろうなっていう妄想をずっと抱いてて、で、絶対自分だけじゃなくて、いろんな人たちがこの共感を持ってもらえる、そういうジャンルだって思って、まあそういう信念を持ってやっぱり今までやってきたことが、やっぱりあながちすごく、間違ってなかったんだなっていう確信がすごく今も、ありますね。だけどなんかこう、まあこれちょっと変な話なんですけど、ほら、やっぱりみんな100マイルにかけるって、もう、ある意味人生をかけるよみたいな話じゃないですか。今、ほら、岩佐さんだって、ある意味、こう、お仕事辞められて、こういう世界に入られた時もあるし、まあ、ある意味、ちょっと変な言い方だけど、自分が、皆さんの人生を、良くも悪くも、ちょっと狂わしてしまっいや、ただといこぶ狂が、った人いますね。それが本当に良かったのか、悪かったのかっていうのも、自分自身はすっごいなんか、こう、いろいろ考えちゃう時ありますね。なんか正直ね。だから、そういうのはね、いつもなんか自分のなんていうの、こう、業としてなんか、心の中どっかにいつも持ってるかなってありますね。だから、せめてね、本当にこう、人生がこの世界観で変わった人たちは、ハッピーになってほしいなって思ってます。だから、なんかすごく、その人生が変わったことがね、ハッピーになる人生になってほしいなっていうふうに、まあ、そういう流れをやっぱり、自分も今後もやっぱり作っていかなきゃいけないなっていうような、そういう気持ちはいつも責任感っていうのかな。責任感はまあいつもありますね、なんかね。なんかこう、こんなスポーツやらなきゃよかったなって、なんか人生でこう思わないようなね、そういう、こう、ものにしていきたいなって思いますけどね。なんかこう、競技志向のない、こう、スポーツ観にしたいなっていうのは、まあもう競技なんでね、タイムも出るし、あるま、もうあるんで、まあそれはトップレベルは競技観しかはもう間違いないんだけど、なんかUTMB のほら、なんて世界観ってすごいじゃないですか。最終ランナーが一番注目されたりとか、もう祭りのような感じでみんなこう、ゴールで泣いたりとか、号泣したりとか、見てる人もなんかこう、胸がこう、熱くなるような感じ。あの感じの世界観は、やっぱりそこはすっごい大切にしたいなっていうふうに思ってるんで、それはすごくね、UTMF に、うまく伝わってるなって思いますね。やっぱり、皆さんが、スタッフのみんなが、その気持ちをすごくやっぱり理解してくれたんですよね。こういう世界を作りたいんだっていう、神楽秋葉っていう、それをすごく皆さんが引き継いでくれたし、気持ちをやっぱり繋いでくれたっていうのが、嬉しかったですよね、やっぱり。そうですね。ままあでも、本当、あ、どうぞ。ええ、まさにそういう、そこが神楽さんの一番の大事な仕事、UTMF のマウント富士のこうチームの中で、やっぱり一番大事な役割というか で、そういう姿勢そうというのでか、考え方とか、すね。そうこう、ですね。価値観というのか、ね、そういうところが、そう。共有するっていうところ大きいですそよれね。考えたときに、やっぱり今回は走るべきだなと思ったんですね。やっぱりそういう世界観をやっぱり伝えるために、そのトップレベルとかガチで、まあガチっていうかね、真剣勝負というよりは、本当に皆さんに感謝の気持ちだけを伝えるためのに、100マイルを走り続けるっていうことが一つ、なんかその、ですか、皆さんに何らかのメッセージになるのかなっていう、UTM らしさっていうのかな。ブランドっていうか、そういう場なのかなっていう気がするんですよね。でも本当、今回は、大きな大会になると思うんですよ。やっぱり、その2年の空白があり、10年を超えて、まだまだね、コロナの状況はね、まだ先見えないですけども、なんかこう、大きく何かが変えていくための、すごい大きな一歩だと思うし、トレイランニングって業界にとってもすごい大きな、3日間になるんじゃないかなって思ってるんで、まあ全力尽くしてやりたいしね。多分皆さんも、
すごいですよ。僕もなんかこう、トレイル整備で、トレイルあるたびに、熱気がすごいんですよね。今年に。まあ、前からすごいんですけど、なんかとりわけ、ようやくこの世界が戻ってきたっていう感じの、もう気が、もうガンガン感じてるんさ、で、思想されてる方とか、そういうそうで方すですか。ね。やっぱり、とか、やっぱりこう、いろんな人に会うたびに、こういう、UTMF っていう、もう、多分すごい場になるんじゃないかっていう。で、冒頭言いましたけど、もう神谷さんのレース前というと、僕はちょっともう結構もう、もうピリピリしいたや感いじやでいしたね。今回やいや、いやはなん本当か、ね。いやね、ワクワもう、ク岩がさんすにごもいっていうね、ことで。いやいや、とんでもない。岩さんも礼言うのとか、ハードロックでいつもね、いえいえ、ピとんでリピリ。もないです。とんでもないです。ワクワクがもういっぱいということで、そうそう、素晴らしいです。そうですね、本当に、全盛期の時は、皆さんにこう、気使った、かわしちゃったなって そんなことないですけど、近くにして。そういうわけじゃないですけど、いやけど、いや、こういうね、それも素晴らしいけど、やっぱりハッピーにこうね、楽しんでて100マイルって、あの頃はちょっとそういうの考えにくかったけど、やっぱりようやくその時期が来たんだなと思そうですって。ね。あ、ようやく、そう、ようやくこの時期が、こうやっていう気持ちで100マイルを走れる、あ、時代が来た、時代っていうかね、年代になれたなっていう。100マイルって本当にいつもあれですよね。もう死ぬ覚悟でスタートラインに立ってましたもん。まあ今いい。でも僕、やっぱり思い出しました。UTMB の時にも、なんていうんですか、もう公衆台に登る気持ちでスタートラインに立つとか、もう人生となんか穏やかじゃなかった。けど、その気持ちも、嘘じゃないというか、大げさでもないというか、そばで見ると、やっぱり、長チームアップも本当に、それぐらいの、本当に、すごそうでい重いすね。ものだったっていうかね。なんか嬉しいですね。こういうリラックスした気持ち。あ、でもみんなこういう気持ち、まあ基本みんなこういう気持ちで100マイル走るんだよなって思ったとき、あ、結構楽しい。100マイルってワクワクするもんなんだなって、改めてなんかちょっと今感じたりして、ようやく50を超えて、こういうピュアな、なんか気持ちで100マイルが楽しめるっていうのは、今までちょっとでも頑張ってきた。多分まあ今まで頑張ってきたからこういう心境に慣れてるんだろうなっていうのはあるしね。なんかいろんな人に、いろんなことに感謝したいですね。今のこういうメンタリティになれたってことに対してね。そうですね。ありがとうございます。鏑木さんもそうだし、僕ちょっとエントリーリスト見てると、横山峰博さん、そして山本健一さんと、2009年にまさに表彰台に日本から3人が立った、その3人がまた揃ってこの UTMF のスタートラインに立つっていうの、これもそうなんかでオールドファンじゃないな、鏑木さんに、そのね。ね、この3人にこうすごく刺激を受けた世代としては、ちょっとこう胸の熱くなるスタート。それぞれ、そうです鏑木ね。さんのように皆さん思って走るのか、あるいはもうガチで行こうと思ってるのか、そんなこともね、ちょっとこう注目、来週末は、あ、来、来、あ、そうですね、来週の週末ですね、楽しみにし昨たいと日、思い山ま県す。からね、電話があ、そうあっですか。て、あって、なんか、よろしくお願いします、みたいな感じ そうで、ですか。とか言って、なんか、一番最後でいいの?みたいな感じで、ヤマケンさんもそう僕も、するつもりみたいなことらしいですね。楽しみます、とか言ってて、よろしくお願いします、みたいな感じで、あ、別にな、なんていうことはない話だったんですけど、考えてみれば2009年のね、あの時の、あの時はバそうでチバすチでしたけよ。どね、本当に。もう勝負かけてましたからね。まあ、十何年だったんですか?もう13年そうですですね。か?13年ですよね。あ、もう自そん分なの経ね。つんですね。でもまだ昨日のことのように覚えてますね。あの時のことはね。というわけで、非常にハッピーなスタートを迎えられるそうで、けど、もしかしたらなんかスタート前はまたナーバスとかですね、やめてくださいね、これ。スタートいや、なんで30だ分前になると、ぐわーとかね、こういう いや、それはない、そそれんはなこと絶はない対か。ない。ないないない、それはない。もう違う人間になりました、違もうう、ですか。完全に。ということはそうですね。多分、でも、大会はやっぱり、本当でも気になります、やっぱ正直。本当に無事に終わってくれっていう、無事に自分が走れるっていうよりは、やっぱり最大の懸念事項はもう、無事に終わってくれっていうことですね、事故なくね。もう、それを祈りながらって感じかな。ご覧になっている鏑木さんのファンの皆さんは、スタート前にちょっと話しかけたりしても、多分大丈夫あ、そう大な丈夫、感じなので、遠慮な全然。全然大丈夫くですよ。
それが今回の僕の役目なんで。お声掛けいただけたらと思います。はい。はい、というわけで、来週に迫、来週末、今週末じゃなくて、来週末に迫った、ウトラトレーナーの富士、はい、いよいよ楽しみにしております。うん、冠城剛さんでした。ありがとうございました。はい、皆さん会場でお会いしましょう。しましょう。コースで会いましょう。コースで会いましょう。